四条縄手の戦、菊池間、剣務中高の崩壊、中島少将が、足利高氏のために、採火を得た。高氏のごとく朝敵となったものは、古来以外にもたくさんある。朝敵とならないまでも、徳川家康以下の将軍などは、それに近いものである。ことに温厚そうに見える二大将軍秀忠のごとき、朝廷に対して悪逆を極めている。 だが、高氏だけが、どうして百瀬の下、なお憎まれ者になっているか。それは、住みた無比な南高府市を向かうに回したからである。もっとも、中島少将を弾劾した菊池中将、九州の菊池神社を中心として、菊池同族会なるものあり、中将はその会長である。自分もその会員である、の先祖たる菊池氏もまた、 500年間勤能一図の中金を尽くした家柄で産業をして。スイクス必ずしも木花に勝らず、と言わしめたが、活躍の舞台が近畿でないから、南高不死の格カク,カクたる辞席には及ばない。今、市上なわての戦いを解くには、どうしても県務中高が、いかにして崩壊したかを解かねばならない。現行3年6月5日、 五代醐天皇は王政復古の偉業なって、めでたく京都に観行された。楠木正茂、縄長都市以下の外旋諸将を従えられ。増鏡によると、その行列は二条富の工事の代理から、当時の門まで楽駅として続いたとある。愚部の武将たちも、あるいは河内に、あるいは宝器に、北条氏倒滅のためにあらゆる苦悩を味わったわけであるから、 この日の主張及び諸将の面上に漂う公然たる気色は想像できるであろう。かくて剣務中高の願目なる天皇新政の理想は実現されたのである。だがそれと同時に、早くもこの新政府の用人連の間に逆境時代には見られなかった内部的対立が刻していた。つまり武家特下がおのの自分こそこの大業の事実上の功労者であると、 命名勝手に考え出してきたためである。武家にすれば、実力の伴わぬ公家たちのいかにも取りすました態度が気に食わなかったに違いない。おそらくは、俺たちに泣きついてきた当時を忘れたのか、と言いたいところであろう。それに一緒に仕事をしてみても、なんだか調子が合わない。その平和になって、文字ばかりになると、瓦の楽書にまで。 きつけぬ冠状の絹、字も習わぬ尺持ちに、大入り交わりは珍しいや、と愚弄されるのも尺に触る。その上、素朴な一般武士の頭には、演技戦略の昔に帰らんとする、難しい王政復古の思想など、本当に理解されるわけはないのである。唯自分たちの実力を信ずる彼らは、北条氏を滅ぼしたのは、俺たちの力だと固く信じ、 莫大なる温床を期待しているのである。一方、公家の方にも、これらの素谷ではあるが単純な武家に対して、寛容さを書いていたし、これをうまく操縦する方略にも欠けていた。頼朝以来武家に奪われていた政権が、久しぶりで自分たちの焼中に転がり込んだのであるから、宇頂天になるのは無理もないが、あまりにも公家第一の夢の実現に急であった。 窮白した財政のうちから、荘厳なる大代理の造営を企てたりした。その他地方官として赴任した彼らの豪奢な生活は、大いに地方武士の反感を買った。一時の成功にすぐ調子に乗るのは、苦労になれない貴族の通性であろう。彼らはしばしば厳然たる存在である武家を無視しようとした。北畠近房は、新能商闘機、 に起きて、武家の恩賞を論じて。天の功を盗みて、おのが甲と思えり、と言っている。歴史家として鋭い志願を持っていた近房ほどの人物でも、公家本位の偏見から脱することができなかったのである。これでは武家も収まらない。太平記、の記者は。日頃部に誇り、本庄を並みする剣門皇家の武士ともいつしか初には暴行人となり、 あるいは経験強者の後に走り、あるいは青侍角金の前にひざまずく。世の聖水、時の天変、炭ずるにかなわぬ衆とは知りながら、今のごとくにして皇家かずのりの天下ならば、諸国の児童御家人はみんなぬ非造人のごとくにてあるべし。と、その当時武士の実情を述べている。その上、多くの武士には恩賞上の不満があった。 彼らの駐勤は元来、恩賞目当てである。また朝廷でも、それを予約して味方に引き入れたのが多いのである。いわば約束手形がたくさん出されていたのである。母大後天皇が放棄千場山にご観光の時、縄流しげは、こより今に至るまで、人々の望むところは名取のつぶや、と方言して、官軍に加わったことが。太平記、 に見える。その間際はとにかく、まず普通の地方武士など大体こんな調子であろう。伝うるところによれば、諸国から温床をこうて受落し、までの工事某門の温床局に殺到する武士の数は、引きも切らなかったという。だから十分なる温床に禁点し得ない場合、彼らの間に、不平不満の声の起きるのは当然である。ある日、 縁や半岩高さだが龍馬龍馬を近利に献上したことがあった。天皇はこれをご覧じて、伊調は知らず我が国に、かかる春芽のあるを聞かぬ、その吉祈いかにと尋ねられた。側近の者皆みな放送長久の数いなりと奉納したが、ただまでの工事藤房は、ただ正,道正しからざるにより、防政のせい、貸して龍馬となり人心を動揺せしめるのだと言って、自閉を通論した。 すなわち現行の乱に官軍に加わった武士は、元来君功の将に預からんためのみであるから、乱後にはたちまち幾千万の人々が恩賞を警蒙している。叱る肉げ一味の者の外は、虚しく恩賞の不公正を恨み、本国に帰っていく。かかる際にもかかわらず、大大理の造営は企画され、諸国の児童に20分の1の特分をその費用として割り当てている。 その上、朝礼母会、臨氏は棚心を反すありさまである。今もし武家の通り領たる良き者が現れたら、恨みを含み、聖堂を染めむの死は招かざるに応ずるであろう。夫れ天馬は大逆不慮の際、急を恩国に奉ずるため、いささか用るにたるだけである。だから龍馬は決して平和の象徴ではない、というのだ。それが、大平気、 の有名な龍馬乾奏の一相話である。元来太平記は文色多く、司書としてその価値を疑われ、古来多くの学者から排撃されている。しかし藤房をして中高政治の過根を指摘させているところなど。太平記、著者の志願派経験として、その論史は後継に当たっていると思う。思うに高氏はそのいわゆる棟領である。 門末に起きては源氏の政党であり、北条氏でさえのと婚姻を結ぶのを名誉と考えたほどの名家である。いつ頃からこの不平武士の当領としての自分を意識したか知らないが、六原滅亡後、一時京都が混乱に陥った時、早速武行所を置いて自局を収集したゲ当など、実に鮮やかなものである。一見極めて矛盾したような性格らしく、 それだけに政治家としては、陰影が多いわけだ。だから誇張されれば、いくらでも悪人になり得る。直三35は、高氏は成功した最後を高森である、と評しているが、人物としては相当なものである。中島少将威に褒められてもいいのであるが、前にも言ったごとく、人間として純粋無比な難攻不死を相手にしなければならなかったところに、 彼のの最大の不幸があると思うおそらく勝利の悲哀をこの男帝通説に味わったものは、国史には少ないのではなかろうか。正重と正行。南史は元来立花氏の出である。もちろんその由緒に終手は詳しいことは何もわからない。当時、河内の登場側によった一生豪族に偶儀ないのだ。おそらく挙兵前の大難攻は、 地方によくある工学の精神科であり、戦術家であったろうと思う。アシカが、神殿の五徳元家着流の名家でもないし、菊池、縄の五徳北上氏に対して百年の恩讐を含んでいたわけでもない。また皇室から特別の御恩をいただいたこともないだろう。叱る二病たる河内の一号氏正成が完全だって義機を翻すに至った動機には、 実に純粋なものがあるのだ。学者の研究によると、正成は総学の造形が相当深かったようだ。総学の根本思想の一つは中高説である。つまり学問的に正成は中義の何者たるかを熟知していたのだから迷わないのだ。最初から、合理的中義ではないのだ。なお、 総学は当時五代醐天皇はじめ南朝区下の間に森に行われていたから、正茂は天皇と同系統の学問をしていたことになる。何かの夢で正茂を笠木に召し出したのが奉公の最初であるとする。太平記の説はさておき、早くからこの君臣の間に、ある関係があったことは想像できる。政中の変前に、 日の年元が山伏姿で当時と称し、山と河内に赴いたことは、マスカガミや太平記に立派に記してあるが、おそらくこんな時、南氏と朝廷とが結ばれたのかもしれない。あるいはもっと早く学問上の関係から天皇と正成はそう共鳴するところがあったのではあるまいか。とにかく正成は出発点からして、 他のの多くの書と違っているつまり学問上の信念を純粋に実践によって生かしているからだ。太平記の記者などは、ところきらわず正成を褒め倒しているが、これなども戦記作者を通じて、当時一般の予防が現れているのである。ある日、武将たちが集って、兼務中高で一番手柄のあったものは誰だろうと議論があった。 各々が伝飲水の手柄話に熱をあげていると、正成は、それは菊池、竹時、だろう、と言った。めったに人を褒めたことのない新田義貞も、この一言には非常に感動したという。これずみ文書、その件よく知るべしだ。戦後の論考交渉にしてもそうだが、高氏や義貞に比して、正成はむしろ軽傷である。 それでも黙々として忠勤を励むその誠実さは、感情高い当時の武士気の中にあって、三千として光っている。最近交換されたものであるが、密法難攻遺勲書という本がある。正しが正面に遺言として与えたものであるという。その中に、幼稚寺にするときは天下は必ず高氏の世となるべし。去りといえども、何時、 必ず義を失うことなかれ。おっとれ処方は因縁を離れず。君となり心となること、全く私にあらず。長直家服は、人情の死局なるにしたがはず。天命歴然としてのガルどころなし、とある。少し仏法草を帯びてはいるが、終宗列実のごとき遺言である。名高い桜井の決別の際の教訓にしてもそうだが、 とにかくこうした一種の中訓的スパルタ教育で、湘南校は鍛えられたのだ。幼少時代の正行を記すものは、太平記、ただ一つである。港川で戦死した父の死宮を見て、自殺んとして母に諌められ、その後は日常の遊戯にまで、朝敵を討ち、高氏を追う真似ばかりしていたという。思うに彼を取り巻くすべての雰囲気が、 この少年を、暴富の義挙を継ぐべき情熱へと借り立てていったのであろう。吉野周囲、に、正幸が淫乱なもろなおの手から弁の内視を救ったという有名な話がある。正幸なかりせばいと口をしからましに、よくこそ敬秘つれ、と五村上邸が称賛し、内しを正幸に賜らんとした。すると正幸は、とても世に、ながらふべくも荒ぬみの、 仮のちぎりをイカで結ばん。とそうして辞したという。多分に禁欲的な、同時に自己の必然的運命を早くから感受している聡明な青年武将の面影が役所としている。正幸の活動。延元四年の秋、五代後天皇は吉野の南山安宮に放御せられた。北畠近房は日立石城にあってこの秘宝を聞き。 8月の10日あまり6日にや、秋路に侵されさせたまいて隠れましましぬと聞こえし。ぬるが中な,なる夢のよう、今に始めぬならいとは知りながら、数、バックスラッシュ目の前なる心地して、老いの涙もかきあえねば質の後さえ滞こりぬ、と。新納少投機、の中で同国している。正さしげとに戦死し、続いて北畠秋家は泉に、 新田義貞は北陸に沈没し、今や南朝は落ち幕として皮膚吹きすさび、ひたすら新人物の登場を待っていた。そこへ現れたのが、楠の木正面である。彼は近畿に残存する楠頭を急合し、暴風の威訓に基づいてその活動を開始したのである。元来楠頭は産地戦に巧みである。正しが千早城や金剛山に気象を博し得たのは、 一に彼らの敏昇な産地の戦闘力によったのである。従って正重の没後も、河内、摂津、泉地方のクス島は産地に隠れ眼鏡に足かがしに抵抗していたのである。だからそうした分散的な諸勢力を一括した正行は、今や北朝にとっては一大敵国を成しているわけだ。昇平2年7月、機内の官軍は本営を河内登場に移し、 菊水の旗の本に近畿の味方を招集し始めた。すなわち北畠近房、四条高助等の共同作戦計画ができたので、本営をこの地に据えて吉野の軍と総作をしたのである。実に正成の本拠であった河内登場と暗宮のある吉野は官軍の二大作戦根拠地であった。時の景気官軍の中心は言うまでもなく、 正幸の率いるクス島であった。8月10日、正幸は泉の和田氏島の軍を持ってキーに入り、墨田城を吸収している。これは東城と吉野との連絡を確実にするためであって、大南港の赤坂最強の戦略と全然同一のものである。かぜんこれを機会としてケーキの官軍は一時に放棄し、キー熊の処後を多く官軍に応じ、 泉摂津にものに響きをするものが少なくなかった。この法を得た賊軍側は大いに驚き、細川昭吉二軍を率い締め、8月19日に大阪天王寺を出発せしめているが、彼は泉州における優勢な薬税にはとても適せぬと、京都に報告している。証拠を得ていた当時の京都の人心はために京々として、威夫動揺したと見える。 当院君方派その日記にこの死災を記しているが、京都の所持一時に祈祷の声につるというありさまであった。しかるにクス軍は一旦兵を河内に返している。そして9月9日に八尾城を攻撃し、17日には河内の藤井寺付近に起きて、大いに秋氏の軍を破り、正行は初陣の武名を挙げたのである。ごま陽気2、に、 京都より細川六の神以下数十人河内八甲藤井寺に陣すその野生行きとを不意に寄せきたり合戦。強勢敗北死人数を知らず、とあるから今や正行子わる吉と痛感したようだ。ついで11月26日、正行は和田助氏を先人として住吉天皇寺付近の敵を擁撃した。この戦勝は圧倒的であり、 したたかにやられた賊軍はすっかり、老狽したらしい。彼らの記録に、痕跡打ち死に、傷をこむるやから数を知らず、もっての他のことなり、脳をなすこといかが、と方針の情である。この戦は下月のことであるから、橋から落ちて流れる敵兵五百余人の姿は、惨憺たるものがあった。正行は勢を憐れんで彼らを救い上げ、 小袖を与えて身を温め、薬を塗って傷を治療せしめたと。太平記、にある。されば敵ながらその情を感じる人は、今日より後心を通わせんことを思い、その恩を宝然とする人は、やがて彼の手に属して、後ろ史上なわてての線に打ち死におぞしける。いくらか美化して書いたのであろうが、湘南光を飾る絶好の美談であろう。 終章した足利忠義は、ついに十二月、河野諸直、諸安兄弟を総大将として中国、東海、東山諸道の大軍を率いて発行せしめ、最後の決戦を企てた。元来正行は常に貨幣を持って、敵の不意を襲って大勝利を得ている。もっともそれより外に方法はないのだ。史上縄手の戦では、敵は比較にならぬほどの大軍であり、 その聖兵はひひとひと増加している。佐野左衛門無実名の群中上によると、合戦の日の5日の日にまで敵には続々派生んずる兵があったという。この敵に対し堂々の陣を張ることが不徳策であるのは明瞭であるから、正幸はあえて登場に退いて自重せず、即戦即決で得意の奇襲に入れたと返す良きだろう。 時屋高も鎮西における官軍の活動も活発であった。正行にすれば、この斎藤財草を交うする大共同作戦も胸中に書いていたらしい。しかし何としても敵は十数カ国の兵を集めて優勢である。味方は河内泉などの貨幣である。南朝回復の住人をもって認じていたものの、正行も到底勝つべき戦とは思っていなかったであろう。 正幸の戦士。今やクスは主力を登場に集結し、別軍は河内の暗がり峠を固めて敵を待った。この間、彼が作戦創造のため、吉野に算定したあたりは、まさに。太平記、中の圧巻であって、筆者は同情的な美しい筆を自由に振って、悲壮を極めた光景を叙述している。すなわち、 算定して父の港川における戦死を述べ、今こそ暴風の意志を遂行する心からの歓喜に言及し、諸直兄弟の首に自らの首をかけて必勝を誓っている。根性にて今一度竜眼を排し立て祀らんために三大塚祭りて甲府と申しも会えず、涙を鎧の袖にかけて、疑心その気色に現れければ、転送未だそうせざる先にまずひたたれの袖をぞ濡らされける。 主をすなわちなでんのミスを高くまくせて玉眼ことに麗しく、諸卒を少林ありて正行を近く召して、以前領土の戦に勝つことを得て敵軍に気を屈せしむ。英領まず行き道を追いする上、累代の武功を返す、バックスラッシュも神妙なり、大敵今勢を尽くして無功なれば、今度の合戦天下の安否たるべし、鎮南寺をもってここをとす。 巻で命を全不すべしと仰せ出されければ、制行等を地につけて、都閣の直党に及ばず。場所は古来伝承の吉野山である。空心の義愛発して情景愛備わった歴史の名場面ではないか。かくて共に討ち死にを誓った一行は五代醐天皇の五病にいたで、如意林道の壁に書く生命を書き連ね、その奥に有名な。カヘラ寺と、 の歌を書きつけたとある。だが、これは嘘である。普通に常識のある者が、五両の旗のお堂に、勝手な落書きをしていくなんて、考えられないのである。まして、正之のごとき純粋な中心に起きて親が。難攻万能の技巧であるから仕方がないとしても。大日本史、までもが、太平記、の真似をして、 同盟の生死をニョイリンドの壁に題し、歌をその後に処していわく、とやっているのは、どうかと思うのである。おそらく、名前は寺の過去帳に書いていったのであろう。それが今、ニョイリンドに行くと、堂々とこの歌を書きつけた扉が残っている。書きつけた壁でも残っているのならまだしも、扉になっているのは二重の間違いである。しかし、 少し嘘がある方が、歴史は美しい。小島隆則の桜の落書きといい、太平記にも大衆文芸の要素があるのだ。四条縄手の戦は正月5日に起こっている。この日の戦闘を、太平記なんかで考えてみると、まず諸直は本営を野崎付近に敷き、その周囲には騎兵2万、いて500人を持って固めている。 その第二体は生駒山の南嶺にたむろし、大和にある官軍に備えている。諸安の遊軍二万は泉境を占領し、くす出動の用地である東条を側面から図鑑として集結中である。要するに俗軍の配備は消極的で、東条を包囲して徐々に半円形を縮めんとするものらしい。一方官軍は三軍を編成し、 正幸は弟の正時と共に第一軍を引き、二郎正則は東条に留守軍となっていた。吉野朝廷からは北畠近房が老苦を引っ下げ、泉に出馬し、堺にある諸安に対抗していた。また四条高助は、河内島の野の,の根性体をもって、生駒山方面の敵を牽制している。太平記は正幸の奮闘は小説するくせに、 これらの諸軍の同静を観客しているが、諸安なんか史上縄手戦後、北畠軍に大いに新軍を暴圧されているのである。正行直属の兵はおよそ1000人くらいで、当時大和川付近の正拓地に陣していた諸直の本営を演劇すよく突撃隊を組織した。5日早談、おそらく午前6時頃だろう。正行は自ら突進隊500機を下げて、 一直線に北に強行突破を企てている。敵の前哨は全く蹂躙されて、約半里も北に圧迫されている。この時史上高助軍に牽制されていた生駒山方面の敵は、この有様を俯瞰して、四条軍を捨ててドット山を下り、九州軍の皇族部隊に踊りかかった。つまり思わぬ荒手の出現で、 クス軍の突進隊は後方から切断されたわけだ。この時まさ行の主兵わずかに三百。なおも儚な肉白戦を続けていく中、さすがのモロナオの本陣もさっと左右になびいた。よう踊らして飛び込むと、早くもモロナオは本営を捨て、北方、北上村に静観としている。あたかもこの辺は小宅地であり、走るに不便だ。 追うことしばらくして、その真中町、まさに俗称を縁としたとき、俗称神山六郎左衛門、偽って諸直の身代わりになって討ち死にした。そのために大いた暇を取った。それでも執拗に追撃の手を緩めなかったが、突然敵方に号泣の一層官が現れた。九州の住人、鈴木四郎と名乗って雨のごとくいかけたからたまらない。 楠木二郎は眉間をやられ、正幸も左右の膝口三か所、左の目尻を深く抜きれた。午後四時頃であろう。野崎の幻動、四条縄手には群像のごとき三十余機の姿が、敵軍に遠く囲まれながら呆然として立ちすくんでいる。長打を一した気落ちが、激戦三十四号で疲労しきった体から、すべての気力を奪い去っている。 いいりおろしに吹き流される雲が、枯れ草が、症状として彼らの網膜に映し出され、捉えることのできない絶望感が全身的に焼き付いてきたのであろう。正幸は、ああ、我がこと追われり、と断じて、弟正時と愛差し違えて死んだ。愛従う十三よし、皆と服して準じた。正幸聖子の方が京都に達すると、 北朝では観光万歳を唱えて喜んだという。かなり嬉しかったんだろう。それだけにこの秘宝は南朝にとっては大打撃であった。ために五村上天皇は南をあのうに避けられ、吉野の暗宮は諸直の放火によって炎上し、南朝の体制はすでにいかんともしがたい。おそらく聖子における正行の活動は数年に過ぎない。また正しにしても、 大体そんなとこである。それで今日までその墨棚を歌われるのであるから、人間としてもまずこれほど立派な節は、日本品か古今までである。その正し節不死に対する崇拝が反高氏思想となり、日本一の不中者のように言われ、六百年の後まで中島少将にまでたたるのである。しかし、当時正成の作戦を妨害して、 正重に港川で無理な軍をさせ、ことを誤った公家の子孫である、貴族院の死者区議員などが、今さら高氏の攻撃をするのはおかしい。定本。日本合戦艦、文春文庫、文芸春秋社。1987、昭和62、年2月10日第一釣り。定本は、物を数える際に用いる。が、句点番号5の86。 十数カ国を大ぶりに作っています。新カナによると思われるルビの用音、即音は小書きしました。入力、阿ミサ子王の進む、重機、構成、土屋隆史。2009年11月13日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 http://www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。